広島駅広島駅南口再開発計画広島駅南口再開発計画では広島県広島市南区松原町の西日本旅客鉄道広島駅南口駅前周辺における広島駅南口駅前広場と円行側に挟まれた広島市南区松原町円行橋町工人町の一帯は第二次世界大戦後に闇市が展開され 広島市への原子爆弾投下から、いち早く復興した地域ではあるが、市中心部である神谷町、八丁堀地区が、中心業務地区として、土地の高度利用や商業、業務機能の集中、交通拠点の整備が行われる一方で、戦後復興時に建設された、老朽木造低層家屋が密集し、土地利用状況も細分化され、都市機能上、 都市景観上の整備が十分図られていない状況となっていた。これを受けて、1981年3月に、広島駅表口周辺地区市街地再開発事業基本計画が立案され、この一帯を以下の3つのブロックに分けて、市街地再開発事業が行われることになった。各ブロックでは、地権者が中心となって、市街地再開発組合が結成され、これらが、 事業主体となって再開発ビルが建設され以下のビルが完成した。広島市を筆頭株主とした第三セクター、広島駅南口開発が管理、運営に当たっている。地下2階建て、地上12階建て構造を、1999年4月20日に開館した。オープン時のイメージキャラクターにはタレントの優香を起用し、春公式にテープカットを行った。 各テナントとして、地場百貨店である福屋が、広島駅前店として、地下2階を除く部分に入居。福屋としては、八丁堀本店と並ぶ、期間店である、広島百貨店で営業していた店舗が引き続き、入店している。中央部には1階から5階、6階から9階までの大きな吹き抜きがあり、広場として活用されている。再開発前のこの土地では、 闇市の跡地に建設された共同店舗、広島百貨店が営業していたことから、同じ建物の1階に、地権者である、広島銀行が入居するほか、1階に、JTB 中国四国と薬局、地下1階に、広島勝つ同本店が入居し、地下2階は、LLA 館専門店街として、広島百貨店で営業していた店舗が引き続き、入店している。屋上では、 夏にビアガーデンが開催されている。A 館と駅前通りを挟んだ東側に位置し、地下2階、地上52階建ての西島と、地下1階、地上10階建ての東島からなる。西東の高さは197.5メートルあり、中、四国、九州地方の高層ビルで最高層である。2016年8月31日に全館開館した。 商業施設部分の愛称にビッグフロント広島、住友不動産が手掛ける分譲マンション部分の愛称にシティタワー広島が付けられている。1990年代の A ブロックと合わせて再開発が計画されていた頃は LLB 館と呼ばれていた。ビッグフロント広島の各テナントはビッグカメラとナショナル会館、西島の仮想会に入居する。 ビッグカメラは2011年のベスト広島店、閉店以来の広島出店となる。壁を見せない陳列方法をとることで、有楽町店等の機関店と同等の品揃えを実現している。開店初日は2500人が行列を作り、出入り口の一部封鎖やレジでの商品別の対応を要するほどの盛況であった。その他のテナントとしては、 現在の西島の敷地の一角で1894年から旅館業を営み、1955年に鉄筋コンクリートで建てられた建物の屋上に設置された東芝のネオンが広島駅前のランドマークの役割を果たしていたホテル、川島や現在の西島にあたる位置に旧店舗を構えていたパチンコ店、ナショナル会館など B ブロックの知見者が多く再出店している。 ナショナル会館は、同地の再開発にあたって、地検を移動し、先行して完成した東島の一角に新店舗を入居することとなった。西島の4階には、医療施設が複数入居し、5階と6階は、市の施設である、広島市総合福祉センターとなっている。東島3階から上が立体駐車場となっており、建物の外壁には、大型のビジョンが設置され、 店舗の宣伝広告やニュースが表示されている。地下1階、地上46階建ての住宅棟と地下1階、地上11階建ての商業棟からなる。商業部分の相性に、エキシティ広島、日報三沢ホーム中国、旭化成不動産レジデンスが手掛ける文章、賃貸マンション部分の相性に、グランクロスタワー広島が付けられている。 2016年12月22日竣工、商業棟は各テナントとしてエディオンがカルチュアコンビニエンスクラブとのフランチャイズ契約により運営するエディオン、ツタヤ家電とフィットネスクラブのフィットネススパゼクシス広島が入居。ツタヤ家電としては二子玉川ライズに次いで全国2店舗目。4階から7階は立体駐車場となっている。 商業棟の西側外壁は一面が大型ビジョンとなっており、完成前から映像が流されている。住宅棟の低層階には医療施設や飲食店が入居する。また、かつて、この場所には、IU 市場と呼ばれる市場が広がっていたこともあり、商業棟と住宅棟の間に、プロムナード、アイ U オークが整備され、再開発で消滅した雰囲気を再現する。 2017年2月にソフトをオープンしたエディオン、スタヤ家電のほか、すべてのテナントの開業は4月14日である。A 館に隣接する地下には、A 館の付随施設として、LL 地下広場があり、イベント広場などが整備されている。広島駅南口開発株式会社が広島市から委託されて管理を行っている地下通路で、広島駅と接続している。 ビッグフロント広島の開店後、ビッグカメラの店舗入り口が地下広場を挟んで A 館の向かい側に設けられた。広島市は南口にあるロータリーを再整備することを予定している駅ビルとともに完成は2024年度を見込む A ブロック B ブロック C ブロック。ありがとうございます。